ジェントルマンクラスのシリーズ表彰です。有効ポイント67ポイントを獲得しました。ジェントルマンクラスランキング5位はチーム平野新木茂樹選手です。おめでとうございます。シリーズランキング4位、有効ポイントは90.4ポイントを獲得、山本隆也選手、おめでとうございます。第3戦で優勝を取り、今回の第5戦で2位に入りました。シリーズランキング3位にはトレンタクワトロなら有効ポイント 93.6 ポイントを獲得、田中治選手です。おめでとうございます。シリーズランキング2位はトレンタクワトロ名古屋、有効ポイントは 101.2 ポイント獲得、大沢雅也選手です。おめでとうございます。大沢選手は第2戦で優勝、第4戦でも優勝しました。そして見事シリーズチャンピオンに輝きましたのはソブラからのエントリー、山田隆夫選手です。おめでとうございます。有効ポイントは 110.0 ポイントを獲得、開幕戦での優勝、そして最終戦での 1.2 倍のポイント、30ポイントを獲得しまして、今シーズンは2勝、山田選手はシリーズチャンピオンに輝きました。そして山田選手には賞金5万円が贈られます。第2位の大沢雅也選手には賞金が3万円、シリーズ3位の田中選手には賞金2万円が贈られます。それでは賞金ボードを高々と上げてください。おめでとうございます。そしてチャンピオンに輝きました山田選手には来シーズンのエントリーサポートが贈られます。おめでとうございます。それではお話を再び伺いたいと思います。山田選手、おめでとうございます。ありがとうございます。昨年チャンピオン取り損ねていました。そして今年はようやくチャンピオン、今の気持ちは？本当にですね、嬉しくてですね、決して一人で勝てたと思ってないです。浅野君はじめソブラの皆さんの協力のおかげで勝てたと思います。本当に感謝しています。そのサポートをしてくれました浅野選手もソブラから、昨シーズンまでノービス出てましたからね。どんなサポートをしてくれたんですか？もう本当に一番力のかかるタイヤ交換とかですね、ありとあらゆることをやってくれたんで、僕は走行に専念することができました。ノービスクラス、タイヤの使い方がすごく難しいと言っていましたけれども、シリーズ通してどんな研究をされてたんですか？もう正直言いますとですね、僕はセットをほとんど変えないんですけれども、もう本当今年はいろんな幅を変えたり圧を変えたり、いろいろパーツ使ったりセットして試してみたんですね、はい。いつもお酒を飲みながら動画を見ているっていうふうに話していました。今日の優勝はどんなふうに見たいですか？まずは走行動画を再生しながら、お酒飲みながら研究したいと思います。じゃあこれから酒もカート生活楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。ジェントルマンクラスシリーズ表彰、改めてご紹介をいたします。ジェントルマンクラス第5位は新木茂樹選手、そして第4位は 山本隆也選手、そして第3位はトレンタクワトロからのエントリー、田中治選手、第2位は大沢雅也選手、そしてノービスジェントルマンクラスシリーズチャンピオンは山田隆夫選手です。皆様改めて大きな拍手をお送りください。